シリーズ累計115万部突破、好きな本ランキング堂々第1位。待望の映画化。後悔なんかしたくない。最初は大嫌いやったんけど、ひねくれてて何考えてるんか全くわからんねんけど、いつの間にか好きになっててな。天使がくれたもの、本当の気持ち伝えてますか？